バヤモの近郊農業バヤモは、キューバのグランマ州の州都。2015年の人口は158,905人で、国内8位。キューバ国家のバヤモの歌で歌われている。バヤモ川に面しており、激しいバヤモ風が吹く。1513年11月15日に建設された。これは、スペインのコンキスタドールであるディエゴベラスケスでクエであるが、 建設した7つの都市のうち2つ目である。1540年、バスク人地主のフランシスコ・イスナガが市長に就任した。16世紀には、島の農業と商業で最重要拠点の一つだった。内陸にあることで、カリブ海の海賊の脅威が少なく、海沿いのサンティアーゴ・デ・クーバが襲われたことで、バヤモの重要性は、さらに高まった。17世紀初頭には、 カウト川を通じて200トン級の貨物船が通行することでバイアモは栄えた。1616 16年大洪水が起きカウト川が航行不能になった。しかしマンザニロを通じたキュラソー島やジャマイカとの貿易は18世紀まで続いた。1827年市に昇格した。1868年から1878年の 第一次キューバ独立戦争では強固な要塞が築かれた。通勤者の15%のみが自動車やバイクを用い、39%が免許制の馬車を利用する。残りは自転車や自転車タクシーを用いる。カルロスマヌエルデセスペデストマスエストラーダパルマパブロ、ミラネスペルチョフィゲレド。ありがとうございます。